まあ、どんなプレーをしてくるのか、まあ、連携がどうなのか、いろんなことありますけどもね、はいはいはい、まあ、少ない日数で本番まで合わせていかなければいけないので、まあ、そういった意味ではもう最初から、はい、チームに勢いを与えるために、はい、まあ、海外組3人を同時起用して、はい、どういう風な出だしができるのか、はい、注目したいですね、はい、さあ、いよいよ12人全員揃って初めてのゲームになります。ティップオフです。さあ、ヤビン・エドワーズからこの田中大輝、田中大輝がどうするか、非常に豪華な布陣になっています。合わせる大輝、いきなり来ました、ヤビン・エドワーズ。いきなりいきなりテンションが上がったという河村選手、このプレーですね。いや、ファーストプレーしっかり作ってきましたね。ここはヤビン・エドワーズ、そして渡辺雄太に預けます。この辺りマークが激しくなっていますが、おっと八村、さあこの八村がボールを持つと何が起きるのかというところです。3ポイント、うん、いや、そのスリーポイント、河村選手に伺います、ね、ショットとして、はい、まあ、今打ってる感じでしょうね、彼は、はい、さあ、そして渡辺から田中大輝、そして中にいい、ね、ギャビン・エドワーズ、ここ決めてきました、バスケットカウント、まあ、ですので、馬場、八村、渡辺というところが入って、今のところに関しても、馬場選手、そして八村選手が、両ウィングを走ってくる、いいですね、はい、そしてリバウンドを取っています。エアボールだったんですが、そして渡辺アタックする、いいですね、決めてきました、まあ、ですが沖縄のと気をつけて、ショットクロック9秒というところからどうするか、八村先ほど3ポイントを決めています。今度はちょっと距離がありますが、おー、このアタックの精度、まあ、感覚面このあたり河村選手、はい、挑戦難しいと思うんですが、はい、やはり気持ち入ってますよ。あのインタビューでもオリンピックに出ることがまた一つの軸の部分、ギャビン選手は千葉ジェッツで、はいはい、もう共にプレーをしているので、まあ、それ以外のところですよね、はい、いいピックアップですね。外から打ってくる、あ、ね、しっかりと決めてきました渡辺雄太。このスリーポイントの精度というところ沖縄でも見せました、効果というのが徐々に出始めている日本ではありますが、ここはおっと比江島取った、そして今度はまたこれも決めてきました、いい、ね、渡辺雄太スリーポイント2本目、はい、そしてここは激しく当たってまたボールを取りました。今度どうするか、比江島からこのコンビで取ってきました、ダンク。今日のゲーム初めてこの八村ダンクパワーアップしてますね、はい、そして比江島とのコンビも決まっています。中を切りというところでベンドラメ絡んでボールを取った、さあどこに出すか、走るその比江島がベンドラメのスリーポイント、これを決めてきました、いやー、この時間帯ベンダラメが光り輝いています。最後はスリーポイントで、八村選手はもう全然嫌がってないですよね。そうです、ああやってボールを横に振るってリップするって言うんですけど、はい、あのしっかりボール触られないようにボールを動かします、ね、あーと渡辺雄太距離があったんですが決めてきました、ありがとうございます。そしてその前のこのスリーポイント、まあ、この今度は八村、そのオフェンス面第2クォーター少し停滞というような形もあるんですが、田中大輝です、中、そして打たない、ギャビン・エドワーズ、田中大輝がスリーポイントを狙う、決めてきました、ここはまたいい形が出ています。もう一度チャンスがあります。スリーポイントもよく入っている今日の日本ですが、八村のアタックから自ら行きました。こういうジャンプの中でいい働き各選手しているという今日のここまでの日本代表ですが、また狙ってくる、これを決めてきま す, いいす、ね、ああちょっと笑顔がありますが、八村選手が入った、はい、からギャビン・エドワーズ、さらには渡辺、田中、馬場というところが右サイド、ここはどう組み立てるか、後半の入り、八村がアタックする、いいアタックですね、いきなり決めてきています。あ、まあ、どうした、そして中、おばさんが来ますが、ここはリバウンド、馬場が取っています。さあ今度はどういった形を作ってくるか、ギャビン・エドワーズ、いいパスですね、合わせました。ここも今度は馬場がアシストという形になりました、河村選手、もう一つというところなかなか決まらない、この結局日本に出ます、こういったところがプレッシャー、日本がうまくかけているかということなんですが、ね、そして渡辺雄太、そしてここでタイムアウトを取ります、ベルギーです、50対28、まあ、順調に有利に働いていると思いますね。そしてここは渡辺雄太のプレーになります、
アデストでこの渡辺裕太が何度もベルギーも試みてはいるんですがそれをさせません日本です。さあ渡辺裕太、そして八村狙ってきます、決めました。シンプルにちょっといいですか、はい、すごいですね。まあ、そういった方がいたらまたね河村選手のテンションも上がるということになりますが、まあ、でも いなくてもテンション高く今ゲームに入れてるんで大丈夫です、はい、そして決めてくれ、その反応のいい見事に応えました。ババこれでミス取り返し、ここの国内組の時間帯ですよね、はい、いかに繋いでいくかというところですね。 B リーグを沸かせているこの5人ですが、ギャビン・エドワーズ、そして富樫狙ってくる、決めました、うん、ベンチも盛り上がります。河村選手が求めていたのはこういった動きですか。そうですね、ああやってワードというところですが、その前の富樫のプレーです。なかなか今日はベルギーには出ません。そして今度は富樫、まあ、先ほどの金丸選手がスリーポイントを打ったシーン、そして富樫選手がスリーポイントを打ったシーン入らなかったんですけども、今日はシュートを決めています。少し時間がかかっていますが、張本転結飛び込む、そしてバスケットカウント、ね、はい、あそしてまた八村塁を筆頭に、ここはこのブキッチもいたんですが、河村選手思ったけども、もう3クォーター終わり時点で21分の11で 50% なんで、はい、そうやって考えるとあと10本あったら、金丸、ね、ここできました、これこれこれ河村選手のテンションも上がる見事なスリーポイント、待ってました。河村選手この1本で変わってくるかですね。これはもうワンドリーで打つショットアタックしていこうというところですが、ギャビン・エドワーズ中にはブキッチョ、この争いうまくかわしました。いいですね、相手の高さというところすぐさまシュートには持っていきませんでした。ギャビン・エドワーズ、田中の息フリーになっていた、いい、ね、回す、決める、ここもいい形が出来上がりました。そしてこの2人、シェファービー攻撃から田中大輝、一度止めて張本回す、張本がエキストラパス、これを決めてきました。いい、ね、この連携です。さら、まあ、にはゲーム展開もいいという中で今後が非常に楽しみになるこの12人ですが、来ました比江島です。比江島ステップですね。あ、比江島緩急のつけ方がうまいですよね。先に飛ばせて体当てて、はい、ファールもらってフィニッシュ決める、さすがです。これは10日後に迫った東京オリンピック初戦に向けて12人全員揃った日本代表、いい形でのゲーム、87対59、バスケットボール男子日本代表国際強化試合、日本対ベルギー、日本快勝という形で強化試合ラストフランス戦に臨むということになりました。